さあ本日もやっていきましょう、ストンクス9800。まあ、前回はねどんな感じかやっていったわけですから、今回それ踏まえてね大富豪になりましょう。で、前回のでちょっと思ったんですけど、これここの個人的な費用をガンガンに下げて、経費を下げて、で、まあ、このアドバイザーのようですね、この評判だね、これ5% のシェアを持っていると取締役会に入れて、 1% 以上持っていれば、まあ、この評判が得られると、狙っていきたいかなと。さあ、今回はパナソニック、バンダイ、アサイ、また出たアサイで、ニンテンドー、キャリオ、ちょっと分かんないですね。で、あとカプコン、ニンテンドー、バンダイ、めっちゃゲーム寄りになってきたね。どこがしょぼいんだこれ、カプコンがしょぼいと。上すごい固まってないこれ、バンダイ一番トップは、アサイか何かわかんないね、アサイは。ニンテンドードベニで、カプコンがドベか。だかこの低いとこなら高いシェア狙えるから、カプコンガンガン買ってこ。アドバイザーに年間報告聞いて、どう？パナソニックマイナス25000万って書いてあるけど、赤字ですか？カプコン16000万なんで、まあ1億6000万ね。まあ確かに、低いね。どう考えても低いね。で、キャリオが、100日1000万なんで、アサイがトップだけど、一応この報告を見る限りにおいては、割安なはずなんだよね。まあだけど、買うのは、キャプコンよ。で、これめっちゃ下げて、608円。で、ストレス溜まるかもしれないけど、ちょっと我慢、いや、もっと下げるか。これはこれゼロ。61円。1日61円で生活ね。めちゃくちゃ安いな、こいつ。月2000円いかないくらいじゃん。これちょっと待って、買ってみて、どんだけ貯まるかだね。配当が入ってくるから、とりあえず40万くらいまで使っちゃって、株式市場よりも、こいつのストレスを見ましょう。どんくらい上がる？ハピネス下がる、ストレス上がる？でもお金がほぼ減らない、経費がね。まあ、この、株を買った時を経費に含んじゃってるんで、法人なのかなという計算か知らないですけど。ね。ここでそれ触んなければ、いいんじゃないかなと。どうこれ。1日59円生活。カプコン。お、上がった。カプコン上がってる。いいよ、カプコン。買う、カプコン。新しく。今回においては、お金がね、入院しない限りかからないと。よしよしよし。まだ 0.13%。まだ 1% 目指します。そう、お気に入りのポップシンガーのコンサートでとても楽しい時間。ナイス。生活費削って適当に楽しんでこい。こっちの髪めっちゃ大事だね。これってのどういう、高める意味がわかんない。そう、所得税 6%。前回 10% だったんでかなり低くなってますね。電話、どうした？あ、カサラ行こうぜ。バーでいい情報をね、前回聞けてるんで、そこでちょっと楽しませてもらって、カズハラ頼みで行こう。出費なしのカズハラとの日だけお金使うと。いいよ、カズハラ。お、アサイという会社が高くなるという話、ちょっとこれ信じようか。アサイか。アサイは現在こちらです。バンダイ何かあったね。すごい伸びてます。こう、ダンと、バンダイ。まあ、最近ロゴを英語にしたバンダイかなバンダイネームこれ。アサイを買ってみますか。前回何もなかったよね、買った時。まあちょっと、新自転車行こうかな。ちょっと下がってますけど、まあ大丈夫よ。でカプコンから16000円。アサイが1万でカプコン16000円。低いね、カプコン。神社で祈り。金ないからね。アサイ、これか。いや、何か、なんかあるんじゃないかな。時間かかるんですかね、結果出るまでに。あ、来た。アサイの株が急変。急騰していく。宝くじも当たっていく。流れ来てるよ。
アサイが友達からやつドンよ。ちょっとこれどこまで乗るか、こうモメンタムに乗りましょう。ストレス大丈夫ね、まあ、つまりこの株の勢いが落ちるまで、まあ、待っておくと。最近だとね、まあ、電気自動車ありますよね。あれをこう入れようとした会社、株式は1日で3倍になったりするんで、そんな感じよ。何か今のこの流れに乗るやつを、ね、追い風に。まだ、いや、他持ってるからここで売るべきじゃないね。まあ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 。ちょっと売ろうか。あ、売ろう売ろう売ろう。すごい落ちていく。まあ、とはいえ、所得は15万2千円。経費がね、69円なんで、全然余裕よ。この経費なら別に銀行預金でもいけそうだけどね。で、なんかめっちゃ他が落ちてきたね。こんなチャートなんですけど、朝以外どんどん落ちてきて、もうカプコンに迫ってきてると。配当狙いなんで、売り上げ高い会社を安い株価で買ったら、配当多分このゲームだといいと思うんですね。って考えると、ここまで落ちてきてくれたんなら、カプコン以外買った方がいいんじゃないかなと。バンダイの製品が不良品であることが判明した。店頭から製品を回収し、お、来たね。バンダイ、ようこそ。暴落の世界へ。上がってるね。強力な経済誌である日本経済新聞が、カプコンの明るい未来を予言。これは買った方がいいんじゃない?今日。今日にも。でさ、キャリオ。ちょっとキャリオを見てみます。アドバイザーさんに聞いてみましょうか。キャリオ売上は、12億1000万円。カプコンの10倍。カプコンの10倍なのに株価はもう下と。ただね、これ勢いが弱すぎますからね。どこで止まるのかみたいな。まあ、あの下落がもう不祥事ですからね。あれを止められない経営陣がもう訴えられてもおかしくないと思うんですけど。10いっとくか。建国記念、そうだ、そう、なんか前半だけさ、いろんな記念日あるけど、後半なんもなかったよね。記憶が正しければね。イベントというか、そういうやつね。任天堂も安いね、にしても。任天堂もいいな。2番を上げてる上げてる。あれ、上昇トレンド入ったね。で、前ね、前回トヨタっていうね、会社があったと思うんですけど、あいつは波に乗れなかったんですが、カプコン普通にさ、これ底値から、2倍くらいになってないか?これ7000円だから、その下5000円くらいでしょ。現在だっても1万2000円、あのね、日本経済新聞というね、株式を操作している会社があるんで、なんとも言えないですけど、どう考えてもやってくれてるよね。さあ、配当。キャリオが1万9000円で、カプコンが1万1000円。やはり、株の量よりも、やっぱ売り上げっていうのが大事なんだなっていうのはここでわかるね。だって、10株と45株で、10株の方が株価安いのに配当が多いっていうことで。やっぱ配当狙いの量よりも、やっぱ売り上げっていうのが大事なんだなっていうのはここでわかるね。だって、10株と45株で、10株の方が株価安いのに配当が多いっていうことで。やっぱ配当狙いなら売り上げをベースに考えた方がいいから、キャリー上がっちゃったこれ。ああ、まあでもそこより上がってるか。一時あれいくらだろう ?8000 円ちょっとか。だったと思うんで。配当値で下がんないかな。上がりそうか。瞑想が終わると心がすっきり。すごい。金がないなりに頑張ってるこいつ今。ナイスナイスナイス。配当生活だね。まあ、日本でなら桐谷さんが有名だと思うんですけど、そんな感じでやっていけたらなと。カプコン 1% 元経過がちょっと飛んでしたね。どう考えても全部強いんだけど今。こういうような相場ね、全体が合ってるときは、まあまあ頭打ちになったら全部売るみたいな感じしかないんじゃないかな。取引方法がないよね。まあ、再三マイナスですけど、まあまあまあ。あ、納税したの?毎月納税してんのこいつ。たまんないね。猫はより多くの睡眠、清潔なトイレ、ゆっくりとしたネズミを要求しますと。なんだなんだ、これはなんだ?ニュースでしょ?何かを言ってるわけですよね。猫は何を暗示しているのか。何をこれは暗号でしょ?ちょっとわからないな。お、待って待って、あ、キャリオか上がってきてんの。
やっぱね、ここは売り上げに追いついてきたというか、まあ、カプコンの何10倍あるから、まあ、その10倍の売り上げあるからといって株価が10倍かっていうとそれはね違うんですけど、まあまあ近づいて、まあ、それこそ普通に抜いていかないとねいかないんで、で考えるとパナソニックが何かねチャンスなんじゃないかな。前回の王者パナソニック、今回はそうマイナスなんだよね。これだって持たなくない？こんなんではどこで評判上げようね。安くて多くの株売るよっていうねインサイダー、あれ欲しいね。でバンダイが労働環境問題、バンダイ急落、さあ一気にドベ、オッケー。おかずはら行こう。パチンコか、あれなんもなかったよね、楽しくもないしいい、バーに連れてけ、バーに。かずはらはキャリア上がる。お、パナソニック落ちて、バンダイちょっとね、売り上げましょう。買えなかったんで見てなかったですけど、9億1000万円、まあまあ安いね、どう考えても安いけど。配当ちょっと確認する。あ、電話来た。おい、カズハラ電話してこい。ここで一気に落ちてさ、まあ、過去の安値ここでしょ ?1 万5000円くらいかな。で、現在が1万円なんで、過去の安値より50%したと。売上がそんな変わってんなら普通に買えるんですけどね。わかんないからな。だ配当の推移とか見れたらもっと安いよね。それによって、株価急落で配当持ちてるんなら、まあ、やばいんだろうなってわかるけど。ちょっと買うか。配当確認します。お、来た来た、瞑想ナイス。金がないなりに頑張ろうぜ。散歩と瞑想でどうにかしよう。もう5株いけんじゃね。配当バンダイ13000、キャリオ31000、カプコン5000か。これ良くないんじゃない。カプコン裏側で、カプコンどれだ、青でしょ。あ、別に利益は得てるからカプコンいっちゃおうか。カプコン売ってバンダイに入れ替えよう。30万くらいもいけんじゃん。73か、もうちょいカプコン売ろう。じゃあちょっとお金貯めるようになったけどね。配当まだまだ遠いんであれですけど、所得が50万と。バンダイどこまで行くそれ。前回何気ない1時間あったんで動画ね、ちょっともう少し早めに行こう。あ、いいねいいね。これ何もない相場ってね、まあ投資家にとってあんまりやることはないんですけど、まあそこ何して過ごすのかって大事ですからね。まあ何もしないんですけどね別に。まあちょっと、ね、カズハラが来ない。カズハラがでもそれたまんないね。30万あるからかな30万のお金があるから安心してるよね。あ、カプコンちょっと上がってきたか。まあまあいい、いい。支配しないといけないから、高い株はちょっときついかな。怪しげな金融情報誌、真実の真実の真実は、キャリオの経営者に関する好ましくない情報を掲載したと。キャリオ。我々持ってますね。あ、落ちてるね。これさ、こうなってさ、まあ、労働問題でこうなったわけでしょ。で、この下の勢いがこう止まんなかったわけです。で、上に行ったやつはそのまま何もなく上に行ったわけでしょ。つまりこれ下に行った場合さらに下に行って、上に行った場合さらに上に行くということがこのチャートから読み取れているんで、それを売りましょう。で、バンダイに逃げると。よし。他の、ちょっとカプコン早かったな、売るの。もうちょっと待って。ね、まあ、高い時に売った方がよかったかなと。なんでバンダイ引きずられて落ちてんだろう、今。パナソニックがちょっと反発してますね。散歩で心が晴れましたねと。いいねいいね。あ、カズハラ行こう、カズハラ。パチンコじゃないんだ、カズハラちょっと。一旦行っとくか、ちょっと。これよくわかんないんだよな。1倍になるってこと？あー、いっぱい入れた方が倍率が上がるってことか。
なんかこっからもう一発入れないといけないんだよね。なんだこのゲームは。1が多くないか。よっしゃ、ではではでは、風原出るぞ、この子。違法だ、違法。パチンコは違法です。0.27% か。銀行かな、これは。銀行も視野に入れたいですね。回答バンダイから10万。ナイスナイス。OK、所得はまだあるね。経費だってこんなのさ、33万、あ、買ったからでしょ。よくわかんないな、その、生活費を出してほしいね。バンダイってどれ、ちなみに。これか。あれ？あ、そっか、それだね。またやっぱトップの株はトップに行くね。すごい上にいますよね、ずっと。財布はまた財布か。バンダイ失敗。バンダイがクソすぎる。バンダイこれちょっとひどいな。いや、まずいですね。いや、買うか、ここはさらに。高めたいんだもんね。銀行よ、ここで。10%。待って。10%もすんの？信用の問題か？まあ、これ知ってるからかな。いや、あなたの財産であり、資産であるってことですよね。オタクも苦しいんでしょって言われてるわけですよ。いや、これさ、配当前回10万だよね。買ってさ、まあ、まだ 0.4 か。配当見りゃ分かるでしょ、売り上げが。もうちょい行きたいかな。他の、キャリオか。キャリオもなんか失敗してるよね。これ失敗終わり組か。カプコンは結構頑張ったけど、ここら辺で頭打ちになって落ちてて。ニンテンドーがね、まあまあ、横。配当ならニンテンドーくらいの方が良かったかな。まあでも、運か。果敢、勇敢な猫が世界を救い、時間流れを修復しました。これは、カプコンを救ったと。いや、バンダイか。バンダイを救ったと。そう、私じゃないですか。あー、やっぱゼロですね。売り上げっぱないか。カプコン。あ、カプコンは10株あったんだ。やべやべ、ストレスが溜まってるよ、今。よしろ、ある会社が値上がりそうだから。あー、いや、ダメですね。今日ストレス溜まり始めたね。お金がないからかな。さあ、バンダイが復活しないと死んじゃうよと。キャリオも悲惨だね。やべ、カズハラが誘ってくれないよ、全然。一緒に行きたいのに、バーに。金利高いなにしても。採算。文句。だからこれ月利 10% でしょ、だって。違法ですよ。カプコンがさらに上がっていく。なんかでも朝今なってるな、謎の。あ、カプコンいっちゃおう。やべ、買いすぎた。パナソニックロードは、え、これってこんなさ、下の方のやつって追い打ちかけてました、前回。ボロボロになってるけど。下がボロボロすぎるよ。カプコンまだいけるでしょ。もっと出せ、もっと。カプコン、ニンテンドーが抜いてる。あー、カプコンもう一回頑張ってる。漏れがある。いい、どうでもいい。ストレスが溜まってるよ。ちゃんとチャートの動きを反映してるかもしれないね。いや、まだいけるでしょう。近所の人から夜キーのクリック音を静かにしてほしい。そんな夜こいつカチカチやってんだね。こうやってやってるわけで、カチ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 。こうやってるわけですよ。そんな取引してないけどな。バンダイ復活しないね。あれ、配当が入れば買えるってことだよね、つまり。バンダイちょっとは回復したんですけど、ちょっと、カプコンダメだね。27万8千円、ちょっと、バンダイ買おう。
売り上げがあればまだ買えるんだけどな、配当がないってことは売り上げないから、そこから累積するわけですよね。累積ではない、もう出ないが事実か。事実を確認していくと、だストレス高くなってきたね。ハピネスがないからどうしよっか、入院かな。これもやったら入院じゃない、普通に。上の会社強いね。成功する製品わかんない、どこ。あ、見た感じ浅いっぽいけどさ、めっちゃ上がってるよ。やっぱ勢いのある会社は勢いがあるんだね。大企業に就職した少年の初日は、あ、でさ、これも何かね、あるのか。あれが何か、裏で関係してるわけでしょ。あれがあると、このトップの株が上がるみたいな。和原、もし来たバー来た、よしよしよし、自分から誘おうぜバーにね、和原を。か、一人で行こう。なんて楽しいんだと。これちょっと減らさないと、帰らない帰らない。いい話も聞きたいね。あー、ないか。で、今回バー2回しか行ってないね。バーに訪れた時食中毒で病気になりました。結局ね、結局なるんですよ。辛いな。1日2000円、もういつもの何十倍も払ってます。お、バンダイ5万出してきたよ、配当。バンダイちょっと復活したんだけど、バンダイはここで買わないと、バンダイ絶対復活するって。おいや、待て待て待て、無情にまあバンダイが上がっていきそう。ちょっとここで買いたいよ。銀行に行きたい、銀行に。ストレスは減っていく。あー、オッケー、健康ですね。と、ストレスがもう全てなんだね。待って待って、朝井何があった。朝井の株価がやばいことになってるけど、誰もあれに引っ張られてすごいね、この下の活動もね。下が弱すぎるんだけど。パナソニック1451円。パナソニックめっちゃ安いじゃん。うわー、銀行だな。101万の、ん？もっと少額だね。7% で90万かな。賛成です。だいぶ安くなったね。ナイス。この金を元手に配当を復活したバンダイ。パナソニック、ないかな、あれワンチャン。なんかマイナスなのか。あれって、配当出せるんですかね。年間、去年がマイナスってことかな。やたら安いけど。とりあえずバンダイ200株にして、ちょっとパナソニック5株くらい持ってみるか。配当出たら買うみたいなありじゃんじゃないかな。カップ売ろう。よし。競馬場は行かないかな。私が行くのはバーだけですね。利子で、よくわからない。ちょっと待って。危な。ちょっと今無駄に払ってよ。所得税、あ、倍になった 11%。昨日使った。0円はやばいな。死んじゃうから普通にね。もう節約の次元超えてますからね。いや、バンダイやっぱ復活してるよ、どう見ても。今8月でしょ。1%持たないといけないんで全然足りないよ。それそんな抱えてる今。和原、競馬場和原、まだ大丈夫でしょ。あ、温泉よ、ナイスナイスナイス。自分の体自分で気遣え。和原に頼るな、そんなに。さあ、バンダイ急反発、これどう考えても配当でしょ。配当多分高いよ、これ。いや、どうしよっかな、40万か。もうほぼ多分借りたお金しかないんだよね。他人資本しかないんで、ちょっとこれ信じられないと思うんですよ。ちょ、パナソニック買うか。いや、セラブ券安いってどう考えても。どう考えても安いもんね。どう考えても、カプコン。おい、ここでカプコン。カプコン関係ないわ。好きにしろ、売れ。さあ、バンダイが2位、2位と言っていいのか。上が7万、6万5000円か。で、2位が1万5000と。開きすぎでしょ、差が。尋常じゃない。配当出すはずなんだよな、バンダイが。で、バンダイが、8万2000で、
パナソニック7500円、ちょっと確認しに行きます。パナソニックの株20株持ってて1株が2300円なんで、まあ、10株ですからね、まあ、両方合わせ4万8000円持ってると、で8000円くらい出してきたかな、今7000円かなって考えると10倍以上出してるんで、どう考えても俺やりやす、割安ですよね。買いましょうか買いましょう買いましょう。でちょっとバンダイ落ちた方がいいまでありますね。ビデオゲームの請求書6874円。そう、この時代まだ消費税ないから、あんな刻む消費税出たらもっと先ですよ。バブルの時ですからね。さあ前回ちょっと勢いで投資しましたね。勢いでって言ってなんかバカみたいな方法ですけど、こうなんだろう、上昇するなら乗ってって感じでやってましたけど、今回配当狙いのね、まああんまりこう所有権失わずに買い続けるという方法で、あと3ヶ月あるんですけど、ちょっとストレスがまたこう入院しそう。ナイス。もうチャート見なくていいかなどうにかこれ抑えたいからね。バンダイまた落ちてて、パナソニックがやや復調してると。あれさっきの株価から倍くらいになってないか。ちょっと待って、上がテカすぎてさ全然わからない差が全くわかんないんだけど、さっき一株2800円ぐらい計算したっけ。2400円かな、もっと安かった、これより安かったよね。あれ実は倍になってないか。うわちょっと朝邪魔なんだけど除外してくれこれ指数から除外しろそいつを。下多分結構上がってるよこれ。変化してますよね。任天堂のどうでもよる。やっぱ結構上がってるなこれ。実はバンダイはそうでもないけど、ちょっと買っときますか。あんま買いたくないですね、そう考えると。だから、パナソニック買ってよかったですね、もっとね。やっぱ売り上げというか、配当で売り上げを確認するの大事なんだな。まさか5万1000円で、バンダイが、5万1000円と6万8000円か。あれ、バンダイこれ多分相当ひどいぞ、今。これから確認できることは。パナソニックの売り上げ高くて、バンダイ低くても間違いないんで、これは、パナソニック買い足しとくか。使いすぎたかな。入院考えたらね、15万はないと辛いかなと思うんですけど。耐えろよ。ハッピネス、自分で頑張ってなんか娯楽を作れ。猫の泥棒が本物の魚と間違えて、たい焼きを盗み、たい焼きから盗みましたと。そうでしたか。さあ、どうかな。負債5万なんだね。ちょっと、売った方がいいかな。では、たざら金銭問題、10週間小さな場合。なんかこれでさ、なんか入院しなかったっけ、気のせいかな。あ、でもほら、お金増えてる、お金増えてる。助かる。カプコンね。今回日本経済新聞なんか分散してますね、先を。あ、もう終わったか、バイト。カプコンこれかな。でパナソニック落ちたね。あ、入院した。あ、バイト今してたんだ。じゃあやばい、お金なくなる、これお金が減っていく。配当21万。ナイス。あ、バンダイめっちゃ回復してるわ。だとするとパナソニックは逆にあんまり良くないのか。これ株式の数揃えた方がいいかもしれないね。そうした方が配当で分かると、配当の時の売り上げがピーク説もあるから、例えば配当なくなったところ知っといた上で、配当が来た瞬間に買っておけばちょっと上がるんじゃないかなっていうのあるんですけど、ちょっと 10% 取れなかったな。 1% か10% は無理だね。
で、配当で多分十分暮らせるから、ストレスをどうにかできたらね、こいつが。1日100円で暮らしてもらってね。すれば全然いけてるんですけど。入院費用はそんな高くないか。まあ、今、借金が重いかもね。月5万。よし。減らせ、減らせ、減らせ。0円はなんかダメなんだね、さすがに。じゃあ、100円生活。ああ、いらない。ああ、11月か。足がない金融資で、バンダイ。バンダイはまずいな。あ、でも、いや、ここでさ、いい、落ちていい、落ちていい。で、例えばこれ今怪しい情報で落ちたわけですよね。にもかかわらず次の配当が変わってなければ、それは嘘なわけですよ。移してないわけですから。というのを考えると、配当額の推移はね、知りたいね。あ、お金くれてありがとう、ありがとう。安っ。ね、ありがたいですね。相続税をかけないようにしたのかな。これさ、どこまで行く？バンダイ。サスケに入ろうか？銀行銀行。追加で。無理か。ニンテンドーはどっち上か。急変って場合だいたい上なんだね。ここで買うわけです、我々は。信じてるぜ。ちょっとパナソニック売る？パナソニック売るか。1% って遠いな。めっちゃ買ってますけどね。てか多分税金上がってるんで、売った時の、税上がってるはずなんですよね。ただ本来株式はね、買った時より上に行った、その上に行った分に税金かかるんで、多分このゲームさ、売った総額にかけてそうなんで、なんか高いんじゃないかな、税金が。そんな気もするよね。サバンダイが198,993円の配当出してると。198,000円。280株で19万出してるんで、3800円でしょ？ 3800 円。そうって考えたら、いくらだ？ 100 万いってるかいってないかくらいか。100万いや、ギリ、ギリだね。ギリ、まあ、100万として、20万くらい出してくれてるんで、配当は 20% 出してると。そういうことですよね。ただ、売ったら手数料と税金でもっと減ると思うんですけど、これ、バンダイ悪くないですね。今のだってね、普通に出してたんで、これ買わないとね。もうちょい買います、買います、ここは。来た、1%来た、1%来た。ちょ、バネスク行ったっとけ。55万あるのか、今。これよく上がんないね、こんなに買って。まあ、そんなでもないのか。46万。さあ、バンダイに出資することでね、年次株主総会に出席することができますよと。さあ、来た来た来た。勤労感謝頑張って働いたからね。株式上に向かっていきましたから。間違いねえ、アドバイザーアドバイザー。こっちじゃない。ヒント。ん？今何読んでるとしてんだ？いや、行きます。いや、このストレスないでしょ。あのね、バンダイの株式を 1% 持ってると。だ、これ今さ、ちゃんとこの数字計算して 1% 出せば時価総額分かりますよね。ね、ただ全然安いと思うけど、1億もないのかな。2400円でしょ。って、まあ、100株にしても20じゃないね、20か、25万とかなんで、まあ、24万じゃない、24万円なんで、300株でね、全然70ちょいしかないから。だいぶ安いと思うけどな。絶望的に低いですけど。あ、そう、評判聞きたいんだね。評判聞こう。バンダ 1.7。 1.7 ってさ、あ、でも保有量 1.08 だから違うか。買いましょう、買いましょう。バンダイの筆頭株主と。筆頭株主じゃないね。バンダイを持ってる株主だね。アサイどうでもいい、どうでもいい。アサイってどれですか？これか。さあ、これで回答楽しみね。待っておけばいいかなと。
所得税が 12% なぜ上げる。おい、政府。上げすぎ上げすぎ。カズハラ、バー行こうぜ。よし、バー行こうぜ。カズハラ、心の友よ。なんてトゥゲザーなんだって。任天堂が高くなる。お、うんうんうん。ちょ、帰ったら確認しようか。任天堂の現在株価はこちら。一度大きなピークを迎えてからは非常に、まあこれはよくあるね。まあバブルっていうと言い過ぎですけど、まあ小バブルみたいな。まあこう急騰して下がっていく、まあ王道的なパターンで、まあ日本でもいっぱいあるかな。最近だとホープとか、まああれはね、構造的な問題もありますけど、AI インサイダーかな、ちょっとあんまり述べてないですけど、いろいろこういったチャートは見られるんで、まあその中でさらにね、上がる可能性あると。まあその後でかな。今回の任天堂の場合はね。つまり、5株。いや、3株にしとこう。金がねえな。上がってくれ、上がった瞬間やろう。これは。急変しましたっていうのがあるよっていうことですよね、つまり。アサイすごいよ、アサイ。配当。パナソニック2万5千円。バンダイ20万。ニンテンド600円。10万円分持ってて600円なんで、まあ、6% だね。あ、来た来た来た、よし、うろ。もううろ。さあ、所得は、37万5千円と。まあ、1日のね、出費が200円なんで、全然ありかなと。これね、経費が21万。まあ、でも経費結構かかってるもんね、それで言うと。再三15万と。まあ、生活してこんだけ余りますよと。いやー、で、あとは、まあ、評判と、まあ、最後の、これ評判だよね。株主総会的な、あると思うんで、ちょっといける限り買うか。454株で 1.37%。これ支配するのめっちゃ先じゃない。だ 5% 持ったら役員になれるって書いてあったけど、何株なのそれは。わかんないね。結構現金いるね。メリークリスマス。これで1年終わっちゃうよね。どうなるんだろう。まあ、前回1年やってないですから。まあ、一応配当で生活できそうなね。感じにしたと。ちょっと、あれにいるか入っちゃったよね。まあまあ、一応ちょっと、現金は18万しかないんですけど、株を相当持ってるんで、そっちのお金入れたら多分だいぶあるはず。資産で言うとね。だからそれがよく見えないんで、見かけ18万しか持ってる男でしかないですけど。終わっちゃうのかな？どう？あ、終わったね。資産入れてるんですけど、ここで本来 1% 持って翌年迎えてたら、株主総会的なことが入れてよみたいなことですかね。さあちょっとね、ストンクス9800、前回は、まあ勢いに乗ったりするね、まあモメンタムと言いますか、トレンドに従った方法でちょっとね、投資をしていったわけですけど、まあ今回ちょっと売り上げをベースにね、まあ上がちょっとすごすぎたんで、まああれを塗ってたら乗ってたらね、もっとお金あったと思うんですけど、まあ違うね、配当生活っていうところにちょっとフォーカスしていきましたね。まあ配当出してから、まあ配当出してる企業に投資して、置けば結構上がってたっていうのは一応確認できたんで、一つその辺もね、株の買い方としてこのゲーム内であるんじゃないかなと。みんな分かったね。配当の増減、あと消滅と復活ね。そういうところもやっぱ熱狂かなに入るみたいで。そこは面白いですね。いや、もっと長期でやりたいね。だこれ一応資産的に配当が一応月に2、30万もらってたんで、だそれをいただきながらね、株を買ってっていうことを繰り返せばもっと増えてたと思うんで、それでこう積み重ねていくわけですよね、お金を。いや、面白いね。